皆さんこんにちは。いつもお世話になります。今日は私の30前期最上級グレード G2 リングのいいところをご紹介したいと思います。3点、4点ぐらいでしょうか、あるんで、ね、ゆっくり見てください。まず最初は、今ロックは解除してある状態です。で、ロックすると。ドアミラーが高いところです。これは非常に便利な機能だと思います。で、2点目なんですけど、2点目は助手席からもドアのアンロック解除ができることです。これも非常に便利です。で、先ほどの助手席のドアのアンロックがあったんですけど、 G2 リングの場合はトランクのここですね、ここでアンロック、ロックができるようになってます。これも非常に便利です。2点目に行きます。2点目は、クルーズコントロールです。ちょっと見にくいんですけど、これも非常に便利です。特に高速なんかに入った場合はもうこれオンリーです。っていうのも、G2 リングならではなのかもしれませんけど、このエンブレムでリースオーナーの方は分かると思いますけど、G2 リングのクルーズコントロールに関しては、こちらは全車を追尾するようになってます。当然前との車間が詰まればこちらもブレーキを踏んで車間をキープするといったような感じです。これは本当に非常に便利な機能で、もうこの車は13年前の車なんですけど、本当にありがたい装備だなといつも思います。その自動追尾なんですけど、こちらのボタンを押すことによって自動追尾する前、全車との車間距離をこれで調整することができます。まあ普段は最大限というか、なるべく前との車間距離を取るようにします。では3つ目です。これもしかしたら他のグレードにもあるかもしれんけど、フットランプです。まあ僕は青に変えとるんですけど、これも標準装備っていうかついてました。まあ夜間はとても綺麗で
これも、まあ、非常に便利ってわけじゃないんですけど、まあ、結構いいかなと思ってます。では最後に、自分の30前期は、G ツーリングのレザーパッケージなので、まあ、見てもらえば分かるようにレザーシートになってます。でもまあレザーシートも良し悪しで、夏直射日光が当たっとったらめっちゃ暑くなるんで、まあいい、見た感じはすごいいいんですけど、夏の直射日光はちょっとダメかなって思います。レザーシートっていうことで、一応まあいいですけど、シートヒーターもついてます。これも冬場はめっちゃ便利ですね、シートヒーター。ということで、30前期 G ツーリングのいいところ 3.4 点ご紹介してみました。また暇な時があれば、じっくり愛車紹介などもしてみたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。